双極性障害2型で通院過療中です。ある方の動画で双極性障害2型のうつ状態でトリンテリックスが処方されているのを拝見しました。主人に相談しても良いものでしょうか。トリンテリックス、あの抗うつ薬ですよね。と双極性障害のうつ状態に対して抗うつ薬を出したくなる気持ち、これはよくわかります。出して欲しくなる気持ちもよくわかるんですけど、抗うつ薬を出す前に、今現時点で双極性障害としての… 10年うつ病の治療中です。顔や体にピクピクと痙攣のようなものがいろんなところに起こります。その動きの実際の性質というかを見ないと断定はできないんですけど、一番ありえそうなのはですかね。ピク,ピク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 ってですね、なるやつですね。筋肉がすごく痩せてきてるとかっていう。抗うつ剤とベンゾジャゼピンバーカーです。主治医にこれ以上ないと言われています。病院帰るべきですか 一般にどう思うか教えてください。よろしくお願いいたします。診断が大事かなと思っていて、診断がうつ病なのであれば、薬的には、基本的には抗うつ剤と、プラス、抗不安薬というのは、そんなにおかしなことではないのではないかなとは思います。 もちろんこれが双極性障害の要素があるのに、抗うつ剤と便座だけなんだったら、ちょっと何らかの形で治療については考え直した方がいいとは思うんですけど、うつ病なんだったら薬剤としてはそんなに変ではないと思うんですよね。お薬以外にどんなことができてるのだろうかっていうことは、主治医の先生とよくすり合わせをしておかれることは大事かなと思っていて、お薬以外にやっておくことができたりはしませんかとか、主治医の先生にそれをね、ダイレクトに 求めるかかどうかは別として私にはいわゆるその心理療法的なこととかカウンセリング的なこととかそういったことというのは向いてると思われますかとかっていうふうなことは聞いてみられても良いのではないかなっていう気はしますけどね。変えた方が良いですかというのがどの程度主治医の先生にご相談をきちんとできた上でのことなのかっていうのが僕いつもこれ悩むところがありましてすぐ変えた方がいいですかっていう質問に。<laughs> なりやすくなってて、もっと主治医を使った方が良いんじゃないかなっていう気が結構しちゃうんですよね。今困っていることとかをちゃんとも話されて、何かよくできる方法ってないでしょうかって、尋ねてみられるっていうのが大事かなって僕は思います。ありがとうございます。10年前に職場のパワハラでうつ病を発症し、現在3回目の休職です。 今年に入って自分の症状がこれ以上良くならないと確信し主治医へ相談をして障害年金2級を取得し、さらに精神障害手帳2級を取得しました。うん。宿職にあたり、今まで働いていた部署には戻りたくないと会社側へ伝えているのですが、規則では休職した時の部署へ復職することになっていると言われたりしていますと。こういう職場って結構あるんです。 少なくとも適応障害的な要素がある方だと ろくななことにはならんですよね現職復帰が原則ですよという職場があるんですけど主治医の先生に基本的にはままずはは意見は書いいいいてもらった方がいいと思いますよく僕が書く文言というのは「症状の再発再燃には休職直前に所属していた部署との環境の不適合が大きく影響を与えていると考えられるため」っていう理由をね書くんですよ。覚えられましたか 症状の再発再燃には、休職直前に所属していた部署の環境との不適合が大きく影響を与えていると考えられるため、不職にあたっては、転属等の合理的な配慮が望ましいと考えるというね。僕たち精神科医とか主治医というのは、人事権への介入はできないんですよね。ただ、 人事権の介入はできないんですけれども、人事を動かすにあたっての参考事項としての主治医としての意見を述べるという権限はあるんですよ。なので、これが通るか通らないかは別として、主治医の先生に、やっぱりあの職場では再発のリスクが高いって思う。 っていう一言を復職にあたっての診断書に記載していただくことはできないでしょうかってね。もしよければアーカイブ残るのでご覧いただいて、こんな風に書いていただけると嬉しいんですけど、どうでしょうかって確認してみられたらいいかなと思います。まあ、主治医の先生はすでにね、そのように書いてくださってるかもしれませんけどね。あ思い通りいかないことも多いんですけどね。まあ抵抗はしてみるという。 価値はあると思いますね。そこで、主治医お願いして復職する際の診断書の備考欄などに、ああはいはいその、その通りですね。それでいいと思いますよ。理由をちゃんと書いてもらうのがいいと思いますね。休職前の部門への復職をした場合、再発する可能性が高いので、違う部門への復職を要するというような文言を書いていただきたいと思うんですが、どのような言い方をすれば書いていただけるものでしょうか。ちなみに、10年前の一度目の休職の時には、そんなの書けないダメと一周されてしまいました。 ね、僕普通に書いちゃうんですけど、うん、どうなんだろう。まあ言い方によると思うんですけど、ね、やっぱり懸念されてることを伝えたらいいとは思うんですけどね。これでいいんじゃないですかね。先生に人事に解体する介入権がないっていうことも分かっていますし、ひょっとしたら書きづらいことなのかなとは思うんですけれども、やっぱり私自身があの職場に戻ると再発しそうな気がしているので、通らなくても仕方がないとは思ってるんですけどって、 前置きをしてから言ってみられてはどうかなと思いますね。まあ、主治医の意見は意見なんでね、別に通らないこともあるし、主治医が背やって言ったから別にそんな主治医に責任ないんでね。なぜあかんのかっていうのはちょっと、ちょっと微妙なのかなっていう気は、はい、<laughs> するのですが。前置きの言葉だけしてから言ってみられたらどうですかね。まあ別にそんなにおかしなことを書いてるわけではないと思いますけどね。彦の動画 症状を表現する言葉の質問ですと。うつ状態の時、布団から起きられず苦しくてうなっている状態を表す言葉はありますか体が重い、疲労感。体が重いでは表現できない状態です。年金の申請で迷っています。 よく表現されるのは、鉛みたいに体が重くて動かしたいけど動けないし、単に自分の体の重みだけではなくて、なんかさらに重しを乗っけられてるみたいな苦しい体の重さなんですっていうふうに言えば、まあわかりやすいかもしれないですよね。医学的な言葉でよく使われる言葉は鉛用倦怠感ですね。 鉛のように体がだるいというので鉛理用倦怠感といって、あの、双極性障害のうつ状態のような、否定形的なうつ状態の時には比較的乱れる症状なのではないかという意見がありますね。専門でない方に伝えるのであれば、重しを乗っけられてるみたいに、ただただ、 動けないというよりも、重いものが、こう、ズドーンと上から乗ってるような感じっていうのがいいし、専門用語で言えば、なんか、鉛用倦怠感っていう言葉も聞いたんですけど、そんな感じに近いのかもしれないねって、YouTuber が言ってました、みたいな。 <laughs> そんな風に言ってみるといいのではないかと思います。双極性障害2型で通院過療中です。うつ状態がとても辛く外出が全くできません。ある方の動画で双極性障害2型のうつ状態でトリンテリックスが処方されているのを拝見しました。主治に相談しても良いものでしょうか。トリンテリックス、あの、交通薬ですよね。出して絶対ダメってことはないとは思うんですよ。 ただ、双極性障害のうつ状態に対して抗うつ薬を出したくなる気持ち、これはよくわかります。出して欲しくなる気持ちもよくわかるんですけど、抗うつ薬を出す前に、今現時点で双極性障害としての治療が、 可能な限り最適化されているのかどうかということを最初に検証した方が良いと思いますね。そこも含めてもちろん主治医の先生に双極性障害という診断を受けているし、原則そういうことはしない方がいいのかなっていうことも知識としては持っているんですけど、トリンテリックスっていうお薬を使うっていうことが双極性障害のうつ状態に対して使うっていうふうな情報を聞いたんですけど、これ私に使えたりするんでしょうかねって、 教えてねっていうスタンスで聞いてみられたら良いと思います。ただやっぱり原則はね、どちらの答えかわからないんですよ。使ってみる、使ってみない、どちらの答えかわからないんですけど、一般的な原則というのは、双極性障害の治療は双極性障害治療薬で、うつ病の薬ではないので、もう全然別の病気ですから、全然別の病気なので、基本 基本的には、抗うつ薬を使う前に今の治療が本当に双極性障害治療薬として十分なんだろうかっていうことを、まあ主治医の先生と一緒に見直してみるっていうことの方が基本は大事なんじゃないかなという気がします。はい、ありがとうございます。初見和彦の動画。 10年うつ病の治療中です。現在薬を調整しています。以前から顔や体にピクピクと痙攣のようなものがいろんなところに起こります。薬の影響かわかりませんが、その動きの実際の性質というかを見ないと断定はできないんですけど、可能性としてあるのは筋腺速連縮っていう現象か、ミオクローヌスっていう現象か、 か、これぐらいじゃないかな。一番ありえそうなのは、筋繊維束攣縮ですかね。と、はい、皮膚の表面とか、ピクッ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 って見えるかな ピク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 ってですね、なるやつですね。筋肉がすごく痩せてきてるとかっていう風な、まあ筋縮ですね。そういった現象を伴っているわけでなければ、基本的にはそんなに心配が必要な現象ではない。むしろ、正常のバリエーションに近い現象である可能性が高いかなっていう気がしますね。ただですね、まあ、つとかになってらっしゃると結構気になる。 方が多くて、気になって気になって仕方がないですっていう方が多いんですね。こういう方に、例えばそのクロナゼパもリボトリールなんかを使うと、この動きが減ったとか、気にならなくなりましたっていうふうにおっしゃる方も結構多いんですけど、本当に消さないといけないかどうかっていうことはよく考えた方が良いかなという気がします。基本的にこのピクピクっていう現象そのものは、まあ、ほぼほぼ病的な現象ではないことが多いので、まあ、ほっとけるんだったらほっと 遠くというのは、割と大事な選択肢ではないだろうかと、僕自身は思いますけどね。あんまり気になるんだったら、ごくごく少量のクロナズパムを使うということは、まあまあ選択肢としては一応ありだとは思いますね。薬剤性ということはそれほど多くはないのではないかなという気がしますね。はい、ありがとうございます。